続いてはおたけし思考有力毎週水曜日秋太郎教授ですはい、うん、サッカーシューンとしちゃってもう熱がなくなっちゃったな楽しめたのになあんなに興奮して <laughs>、まあでもよく頑張ってたんじゃないのもう実力以上の力を発揮したよね、うん、もう十分って感じだよね、うんうん まあまあえ諸問題を抱えつつのサッカーだったけど、うん、でも、ね、あの最後に吉田これからだサッカーンはー楽しみなのあのだからね吉田がねあの吉田さんっていうのかな吉田,吉田さんあの,あの人がなんかインタビューに答えてあのー、この壁はねあのー、高くて大きかったけどこれを見てるうあのー、若い世代の人がいつかきっと乗り越えて、うん、パッパッと喋るようん、乗り越えて何 おお前前のの倍パッパと喋ってるよ <laughs> お前のもうあれはね吉田麻也はね、うん、あえて自分からちゃんと入れなかったんじゃないかと思って、うん、2>, 2人のために前の,あの南野と三笘をカバーするようにキャプテンが失敗したんだからこれで終わりにしようと。お、うんうんね、お前前ババカか<え>バカかか 俺はもうあえて入れないなんてことは絶対にありません2回失敗したらねもう勝つ要素はほとんどないからね分かりませんまだ2回なのにいやいや甘いね甘いのお前のいやいや俺はもう逆に俺はそういうふうに読んだな吉田さん偉いなっていやだからそれは考え方ら自由だけどでもあえて外すみたいなことは絶対できません今日の本題は <laughs> 本題はね今日はねカエルがメインで話すんだけどカエルいやこれが旬の話題なのよカエルってなんで今あのモミジかなんかが真っ赤で綺麗でしょうねえあれ,あれカエデって言うんでしょ、うんうん、なぜカエデっていうか知ってる知らない知らないだろ、うん これがテーマに沿ってるわけだけどカエルの手からあのモミジでカエデってなってるカエルの手からそうそう本当本当だよ形が似てるから適当に言ったんじゃないのそれうん、ちょっとどこに書いてあったいいじゃないか、そういう話なんだいいけど、いいけどいいけ本当かよ本当だよ、カエデだよそうなの なでで前信じいのもだってカエって字あるじゃんんかあれその字をね想像しちゃダメカエデは奇変に風だね奇変に風だろだからあれがカエルの手みたいなことからあんな綺麗な字になるのかなと思って字を考えちゃダメなんだでもそう言われてんの実際にねでカエルがね あのー、今、真の話なんだけど入江瀬名さんってボクシングのチャンピオンになった女性、カエ,ね、カエル大好きな、カエル大好きな、ニッタリアの、で優勝したんこの前、22歳の人、うん、それで、うん、優勝して全日本選手権金メダルも取ってるけど、うんうんうん、それでやめるんだよね、確かののカエルの研究に行くんだカエルの研究行くってっ、ね。うん でカエルの研究ってそんなにカエルってね面白いものかなと思ってねちょっと調べてみたらねカエルってやっぱ面白いね研究する歌詞があるよカエルの子供は何だか知ってる聞くないそれ聞いて答えるのアホらしいよおたまじゃくしから後ろの足がこう吐いてきて そのうち前が生えてきて後ろが先なんだ後ろが先なんでオタマジャクシの時にはねラら呼吸なんだってでカエルになると肺で呼吸するこれは研究する価値があるなと思って両生類両生類で今両生類はね70%ぐらいがね絶滅の危機にあるんだってあと両生類って何がいる トカゲ,もトカゲは違うかトカゲ違うんじゃないなサンショウウはそうだけどサンショウウオだよ。<laughs> いやお前がだからほとんどカエルだよカエルカエル,<や>カエルがほとんど両生類の代表でいいんだけど70%ぐらいが絶滅の危機にあるからカエルがで直してもいよ。 カエルってさ両生類ってたくさんいだろうまああんまり都会では見ないよね田舎行きはたくさんいるけどねギャー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 ギいーギャ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 ーいャーギャーギャーるャーギカエルャーギ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 ャねギャーギャーギねーギャーギャーギャーギ この患者は俺はちょっと調べただけで、分かったよ。何が。え、カエルの研究。カエルが面白いってこと。が面白いってことが。あ、手の吸盤みたいなやつとかな。ね、あ、んなのが、なん、どうしてんだろうなとは思うよね。で、このセナさんはね。心理学のゼミでね。何を研究してるかと思えば。カエルかと思いきや。 浮気の境界線っていうのがテーマで研究してるらしい、ゼミで。浮気の境界線は全然カエルと違いますね、うんうんうん。浮気の境界線はどこだっつもう太極は。うん？あの二度まで。<laughs> <laughs> お前が言ったんだよお前が言ったことを覚えてて言い返せる浮気の境界線って考えるとダミスはどこ浮気と女房か旦那が認めた時が浮気なのかねそうでしょうかねまあ秘密になってる時点秘密になってる時点で浮気なんじゃないんですかああそういう定義か境界線本気だったらいい仲間に入れてくれれば どういうに？だサンピーならいいですよ。しょうがないよ。うん、もっともお前のわからない問題までなっちゃったよね。サンピーの、うん、ね、サピーで生活してる人いたもんね、文学者でね。うん。うん、だらそれならしょうがないでしょ。うんまあだから浮気の境界線もねちょっと考えたらね、うん、非常に難しいねどこまでが浮気ですもん、ね、心を奪ら奪われたらねとかね。 心奪われたら浮気じゃないんじゃゃなないい、うんの、うんうん、だから上着いた気持ちでチャラ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 言ってるのが浮気で、うん、ここを奪われたら本気の声でそっちの方行くんじゃないのかなか浮気は戻ろうっていう心があるんじゃないのか心,心,心を奪われてもその一線を越えてなかったらそれは浮気じゃないんじゃないのだってだからその辺の境界線が 難しいんだそれを研究してるんだね入江さんは会話をしながらゼミでお前はどこだと思ってんの俺はあのうついた気持ちでねちょっかいを出す本気はね浮気じゃないと思うんだよ本気は本気だと思う恋愛してでもだって結婚してる人でもお前の論って本気の方がちょっと迷惑じゃん めちゃくちゃ迷惑だよ。いろんな意味で。また別の人生を歩もうっていうこと、うん。そ,だろ,そだろう。それは浮気じゃないんじゃない帰ろうってう意識があるのはね、うん、女房か旦那のとこにね、うん、絶対帰るっていう思ってると。帰るにかかってる。帰るかかってる。嫌でしょ。帰る気持ちがあるのは、これは浮気なんだと思うんだ俺はね。<laughs> <な>俺は境界線はね。うん、絶対、 女房とか旦那のところに帰る、うんうん、と思ってるのは、うん、あの浮気なんだよ、うん、俺の境界線はね帰る心,心が失った時にはもう俺は浮気じゃないと思うんだ、うん、んそれ面倒くせえな,ないうどうだ俺の境界線、えー、お前が聞いたから答えて、うん、いやだってでじゃあお前の論理では何回しても帰ればいいっていう論理になるよいいとか悪いじゃなくてそれが浮気だってい,いやだから本気はいいんだ言っちゃうんだからそのまんま お前どう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 すんの浮気よ。何が？自分では何回してもうちに帰れば浮気じゃない。あ<う>浮気だからいいんだ。ダメに決まって。それと話は違うだろ、うん、だ浮気の境界線を話してんのスナスナは,は、うん？うん。境界線。うん。まあ、キスぐらいからですかね。その肉体的な問題じゃないだろう。慶 <laughs> 太郎は何言ってんだよ。 もうで、こんだけ議論したって、もう言うことないですね。わ<い>、うん、からないんだ。難しい。でね。変えるっていうのがね。うん、もう話戻るけどね。変えるっていうのがい、今ちょっと調べてもらったね。変えるか現象っていうのがあるんだし、ね。あ,<ー>あ、知ってる。うん、あ、だめ。うん、恋愛の話でしょそうそう。なんで知ってんだよ。 なんか早くく説明してくれよ、ね、お前知らないんだ大田がいいから説明すればいいだろる化現象る化現象っていうのはね、うん、男女の恋愛でね、うん、好きだった男性がちょっと振り向いてこっちを見た途端に急に嫌いになる嫌悪感を思い起こす、うんうん、急にそれね女性側から見ての話女性側から見て女性側から見て男性が 振り返った時に、その人のことを急に嫌いになるの。それを嫌悪感を思いす。これを変える化現象。だからなんだよ。って言うんだよ。今ね。だからなんだっつんだよ。だからなんだじゃない。教養だよ。お前好奇心ね。なんだって言われたら、そのおしまいだろお前、こういう言葉があるってことが面白いだろう。で、変える化現象っていうのはね。 なんで振り向いたら嫌悪感も要するのだからそういうことが急に来るからわからないら恋してた時の方が幸せだったんだけど恋、うん、が実るとなんか、うんうん、あれ違うのかな前の感情の方が楽しかったのにうそういう意味ねそういうこと言えよ急に嫌悪感も催するんだ嫌悪感っていうか無関心にもなるとは言います、うん、まあまあねだからそれを、うん、そういうことが、うん 女性に多いんだね傾向としては女性が回路化現象っていうのをなんか感じ始めたって言いますけど男性にもあると思いますよ振り向いた途端に嫌われたら嫌だなう振り向かないようにまっすぐ前を向いてじゃあなって言ったらもうまっすぐ向こう向いて成就しないですね振り向かないこの回路化現象はねどっから来てるかというとね カエルの王様っていうグリムドアから来てるらしいカエルの王様はい。このカエルの王様っていう知らんやだろ頭に王冠つけてるカエルなカエルの王様その様ガエル違うんだ頭に王冠つけてなかったカエルの王様カエルの王様っていうのはねお話しするとねできるのかお前いやできない今知ったんだ俺だって <laughs> できないってすごいね <laughs> ある国のお姫様がいてねであの池の周りでね、うん、遊んでてね王女様がカエルなのカエルじゃないよ王女様だバカだねカエルはこれから登場するの王女,王女様とお姫様違うよ同じだろ,何ろお姫様だが王女様、うん、王女様遊んでたの池の周りで何歳ぐらいそれは書いてないよ <laughs> だから周りで遊んでたんだからそれほど、まあ、ちょうど結婚的礼儀ぐらいの,らいの結婚的礼儀の女は周りで遊ぶの10歳ぐらいの結婚的礼儀の女せいぜい周りで遊ぶの10歳ぐらいじゃない毛まりで遊んでるだろうみんな,みんな、ね、江戸時代の大きな大人だって大、えー、大きな大人やで遊んでて池の方に周りを落っことしちゃうね、うん、池の中にねうんそうするとカエルが出てきて、うんうん あのマりをねあのお嬢様が返してくださいって言うとカエルがね僕と付き合ってくれたら返すって言うんだふざけんなって感じで王女はうち帰っていっちゃうんだねあ最初そうじゃない違うのかよ違うのか分かりましたって言うんだ王女様どっちなんだよ最初あ付き合うっていうのね返してくれた 返してくれたら玉を、うん、あの、うん、カエルが言うんだよ、うん、生意気にカエルがああお前脳つながってるのか全然 <laughs> <い>脳の糸がなんか途切れ途切れな感じがするんだけどさカエル、うん、カエルの王様読みなさいじゃ <laughs>